サクッと学べて結構役立つ。ウェブデザインにおける画像、図、動画。この動画で学べること。1、画像や図、動画の押さえておきたい基本知識。2、画像や動画のレタッチの重要性。3、実務で役立つ画像、図、動画のフリー素材サイト。概要欄に動画の目次を設けているので、知りたい情報が決まっている方は、そちらからご覧ください。では早速行きましょう。1. 画像や図、動画の押さえておきたい基本知識。なぜ画像、なぜ図、なぜ動画なのか。ウェブサイトにおける情報の伝え方として、画像や図、動画を使うことがめちゃめちゃ効果的です。なぜならその伝達力がテキストと比べ物にならないからです。まずは画像と動画がいかに効果的なのか、株式会社シーバルーンさんのウェブサイトを見てください。例えば海中旅行、海底の散策の全貌をお客さんに伝える場合、それを文字で伝えようと思うと結構大変だと思いませんか。スクロールしてみましょう。なるほど、こんな感じで潜るのねと。潜水艇で海底を散策する雰囲気がつかめます。さらにこの船をクリックで動画を見てみると、そこから見える景色までつかめます。もっと言うと、ここに実際に海中旅行を楽しんだ方のインタビュー動画でもあれば、リアルなレビューまで得ることができます。次に図がいかに効果的なのか、チャットワークさんのリクルートページを見てください。スクロールしてみましょう。職種の比率、前職の業種比率、社員数の推移、勤務地の比率、平均残業時間、退社後の過ごし方まで数値で測れる情報は図にすることで、ここまで分かりやすく見せることができます。このようにデータなどを図やイラストで分かりやすく表現することをインフォグラフィックといって、特にウェブの世界では対応されます。画像ファイルの形式、PDF とか JPEG とかファイルの形式って聞いたことあると思うんですが、ウェブサイトで扱うファイルには必ず押さえておきたいものが3つあります。1 JPEG、 主に扱われる画像の形式で、人物や風景の写真のように色数が多いものに対応されます。 2 PNG、 JPEG に並んで主に扱われる画像の形式で、 PNG では JPEG にはない透過機能っていうのがあって、背景を透過した人物の切り抜きに使われたり、あとは色数の限られた単色部分の多い画像では JPEG より軽くなるので対応されます。ちなみに PNG には PNG8 と PNG24 があって、単色や明らかに色数が少ない場合は PNG8 でいいんですが、背景透過画像や色数が多いものは基本的に PNG24 を使います。3 SVG、 PNG JPEG はピクセル、画素の集まりとして表現されるため、拡大するとギザギザが目立ちます。それに対して SVG は画像を座標と数式で表現していて、どんなサイズでも画質が劣化せず美しい表現が可能です。人や風景など複雑なイメージを SVG で扱うとファイルサイズが膨大になるので、基本 JPEG PNG ですが、アイコンなどシンプルな画像には SVG が最適です。解像度の話、ウェブデザイナーが知っておくべき写真の解像度、画面解像度および高解像ディスプレイについてお話します。写真の解像度は画像の明瞭さを言います。解像度が低ければぼやけますし、解像度が高ければより鮮明です。画面解像度はディスプレイ上のピクセル数を言って、デスクトップモニターの標準解像度は 1920px×1080px です。高解像度ディスプレイはピクセルの密度が高くて、 Apple のレティナディスプレイや Windows の High DPI ディスプレイがあります。重要なのは、高解像度ディスプレイでは同じピクセル数の画像でも画面上でより小さく、より鮮明に表示されるので、ウェブデザインではレティやハイ DPI 対応の画像を使用して、高解像ディスプレイでもクリアに表示させる必要があります。具体的には配置した画像サイズの2倍サイズで書き出して使うことが多いので、覚えておくといいと思います。 2. 画像動画のレタッチの重要性。色調補正、ウェブサイトにおける情報の伝え方として、画像や動画を使うことが効果的であることはお分かりいただけたと思いますが、ここではその画像や動画の伝達力を上げるための色調補正の話をします。色調補正とは、明るさや鮮やかさ、色味のバランスなどを調整する作業のこと。この色調補正は伝達力をぐっと上げるためには欠かすことができません。色の重要性は、前回の動画配色の基本でお伝えした通り、ここでは具体的に色調補正によって伝達力を上げているウェブサイトを例に出して見ていきます。長野県長野市にて車の販売、車検、整備を展開する長野安全自動車株式会社さんのサイトを見てみましょう。サイトのベースカラーとして白、メインカラーとして信頼感が得られる紺色、アクセントカラーに写真にも多く見られる黄色ですかね。もうお気づきだと思います。全体的に明らかに写真のコントラストが強く、力強い印象を受けると思います。見ての通り、力強い職人感が出ていませんか。僕はこのサイトを見た時に別のサイトを連想したんですが、東京都大田区の金属加工事業株式会社サンキさんです。こっちには画像にメインカラーの紺色がなじませていて、どちらも素材の色調補正によってその伝達力をぐっと上げている例です。次に動画における色調補正の例を見てみましょう。観光 HR 事業、地方創生事業を手掛ける株式会社ダイブさんです。メインのビジュアルに動画が使われているんですが、カットで切り替わる映像の色調の統一感、アバウトアスに挙げられているコーポレートムービーの方が分かりやすいですかね。動画の色調がサイトのメインカラーの青に揃えてあるので、デザインにまとまりが出ています。僕は他の動画でも言っているんですが、特に初学者の方はこれらの色調の調整も自分の表現したいイメージと近しいサイトを真似ることをお勧めします。間違いなくそれが上達への近道です。トリミング、
次に色調の調整と同様重要な画像や動画のトリミングについてお話しします。これはその画像や動画がどのような目的で使われているかを把握し、そのために余分な部分を削ることを言います。ここでは具体的にトリミングによって素材の目的を明確にしているウェブサイトを例に出して見ていきます。岐阜県高山市のイタリアンレストランオステリアオさんを見てみましょう。これは料理を美味しそうに見せシズル感を演出している例ですが、見ての通りこと料理の写真に関しては余分な部分を飛びまで削ることでうまそう、食べたいと思いますよね。焚き火料理セクションにある料理動画もそう、無駄が一切ない、そこがいい、究極的なトリミングの例です。ちなみにトリミングするときは画面の縦横担当分してその線が交わる4つの点のどこかに撮りたい被写体を持ってくるとバランスのいい安定した構図が得られる3分割法と、写真の中央に主役を配置し背景をシンプルにしたりぼかしたりすることで主役を際立たせる日の丸構図という手法は基本なので必ず押さえておきましょう。3. 実務で役立つ画像、図、動画のフリー素材サイト。さて、ウェブデザインにおいてなぜ画像、なぜ図、なぜ動画が重要なのかに加えて、それらのレタッチ、修正の重要性についても話しました。もうお分かりいただけたと思いますが、ウェブデザインする上で画像、図、動画などの素材は超重要です。基本的にはサイトを作る場合、カメラマンを手配してこれらをオリジナルで用意するんですが、時に制作に充てられる予算が限られているので、素材がないということもあります。その場合、素材がないから作れないということはなく、素材を買うことも検討しますし、フリーの素材を使うこともあります。ここではフリーで使える素材をまとめた便利なサイトを紹介しますので覚えておくといいでしょう。1、横断さん。横断はツイッターネーム猫せんべいさんが個人開発したサイトで、日本語で検索でき商用利用可の無料写真素材のみにチェックを入れることで企業の制作物にも利用可能な画像が得られます。例えばサイトの検索までにジャパンと入れて検索してみましょう。するとこのように多くの画像が表示されます。フリーとはいえそのクオリティはピンキリなので、むしろここでベストの素材が見つかることもあるでしょう。画像を選択した遷移先のページで素材をダウンロードして利用しましょう。2、パクタソさん。パクタソは会員登録不要で利用できる無料の写真素材 AI 画像素材のフリー素材サイトです。3、写真 AC さん。写真 AC さん無料会員の場合は1日のダウンロード数に制限があるんですが、プレミアム会員になるとダウンロード数の制限がなく何点でもダウンロードできるようになります。ちなみに写真 AC さんでアカウントを作ると同じアカウントで切り抜き AC というものも使えて、これは人物画像を AI を使ってすぐに切り抜けるもの。さらにイラスト AC はイラスト素材、動画 AC は動画素材も利用できるので、それぞれ一見の価値はあります。動画に関してはペクセルズさんも外せません。ペクセルズは海外のサイトだと思うんですが、写真に加えて動画もフリーで使えるものがかなりあります。動画の素材は買うと結構高価なものなので押さえておきましょう。次、アイコン系。アイコンモノさんは商用利用可能なアイコン素材をフリー無料ダウンロードできる素材配布サイトです。アイコンは先にお伝えした通りインフォグラフィックにも活用できるので結構重要です。アイコンで言うと他にもアイコンボックスさん、アイコネートさん、アイコンレインボーさん、アイコンモンスターさんなどフリー素材は結構あるんで、それぞれ目を通していただき必要に応じてブックマークしていただいた方がいいと思います。さて今回は1、画像、図、動画の押さえておきたい基本知識として、なぜ画像、なぜ図、なぜ動画が大事なのかに加えて、画像のファイル形式として色数が多いものに JPEG、 背景の透過されたものに PNG、 アイコンなどに SVG が使えることもお伝えしました。さらに高解像ディスプレイ対応ということで、実際のデザインサイズの倍サイズで素材を書き出すこともあるとお伝えしました。2、画像、動画のレタッチの重要性については、色調補正とレタッチの重要性、さらに3分割法や日の丸構図についてお伝えしました。3、実務で役立つ画像、図、動画のフリー素材サイトもいくつか教えたので、目を通していただくことをお勧めします。このチャンネルではウェブ制作に関するあれこれをサクッと学べて結構役立つをテーマに配信しています。この動画を見ていいなと思っていただけた方は、ぜひともチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。